よっちゃいよ、んー、ジュンです。ということで、今日もやっていくんですけど、今日はね、理論上最強のデッキを紹介したいなと思います。ということでですね、これなんですけど、トリトンデッキですね。で、今、弱いって話題のトリトンなんですけど、俺はね、個人的には、そこまで弱いとは思っていなくて、これもね、ガチなんですけど、多分、ラムライダーも、散々弱い弱いって言われてて、ただ修正がないまま、強いデッキが見つかって、それでラムライダーのあの強さがあれなんですよね。本当になんだろう。出た、言葉が下手くそなんですけど、なんで強いテンプレが、できれば強いと思ってるんですよね。そう、個人的には。あと、その、ラムライダーよりも、このなんだろう、トリトンの扱いが難しすぎて、例えばですけど、その、キング起動できる位置だとか、このユニットを完封できる位置とかね、そういうのがまだ、全員慣れてなさすぎるので、そう言われてるだけで、実際は、慣れたら別に弱いっていうか、普通ぐらいの、普通に、なんだろう、リーグで使われるぐらいの強さなんじゃないかなって、個人的に思ってますね。で、可能性があると思ったのが、トリトン三重士ですね。で、なんですけど、トリトンなんですけど、特徴は結構プリンス系の、プリンス U の突進をリセットできるっていうのがあって、そこがね、結構強いんじゃないかなって思って、で、U の枠をね、トリトンにしたんですけど、これね、ポンプを、ディガーとかで削られた時に、トリトンで自分の方にね、引っ張ってこれるんですよ。でつまり、まあ、ディガーは多分、どこに出されても、トリトンに引き寄せられるんで、ポンプを守れると。なんで、別にそのトリトンさえいれば、ポンプをディガー相手に守れる。で、そこにポイズンを咲かせることによって、このどっちかが生きてね、いい感じになるんじゃないかなって、個人的には思っています。なんでね、行きましょうかね。そうですね。で、ザップとかでね、タゲとかも変えれつつ、まあ、ダクプリで範囲系で潰していくっていう感じで。で、今ラバーが多いんでね、ソラにも対応して囲むねってことで、理論上最強なんじゃないかなって。割と三重士が環境来てると思うんですよね、そう。なんでね、全然、とりあえず、おや、全然反応してこない。最近ね、そう、俺20勝スタンプも、この、スタンプスタメンに入れようかなと思ってて、それなぜかというと、その600円ね、パス課金して、最近そのスタンプをね、お前持ってんのかみたいな感じで、乱用してくるね、やからが多いんですよ。なんで、20勝スタンプでちょっと分からせる必要があるなってね、最近ちょっと若干ね、思い始めてきてるんですよね。なんで、これこっちでいいな。ここは起動しなきゃ。いけない。ういや、うまい。まあね、プロたるもの、このくらいできないとね、やっぱもう、まあ、ちょっとカスということで、とりあえずポンプを置いていきますと。トリトン使った後なんだけど、まあ、これで守れるんだよ、これで。まあ、言うて、ファイブでしょ？もうデッキわかんないですね。これ。なるほどね。これで、ダクプリ出し、三重士セパシ、出してきたカードに、三重士セパをし、それを潰し、工場を端前つけ、完璧。終わりです。はい。いやもうそんなんさ、これよ。悪いけど。うれ！あ、やばい。なにー？ちょっと待って。話が違うよ。話がね。そう。何が違うかって言ったら、話が違う。あっちなんか出してくんないかな。これガゴムレ出してベビドラが来るんで、そこにザップをかませばガゴムレが行きます。ファイブ使った後なんでね。ういしょ、いいよ。いやー待って、ファイブ使った後だから、ポンパーで、素直にポンパーでよかったかな。ここはね、ダメージ許したくないですね。ここはエリポン置いていきます。ポチンと。はい、いやー、どうだろうな。これ、むずいんだよな、普通に。お前、パカ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 。ファイブを使わせるしかないんだよな、正直、ここに。で、これ1本折られちゃうんで、三重視展開ですね。圧倒的に。圧倒的三重視展開で、これワンチャントレネで、はいはいはい、固められるんですよ。そう、なんで、これですね。
ちゃんとタゲを取っていって、で逆もねちゃんと攻めないとね、ここは持っていかれちゃうんで、あと10秒あるんでガゴムレセパをしていき、はい、一発二発と、はい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 、ラッピーラッピー、いいよ。でここで、あやばい、あっちに行っちゃう、あっちに行っちゃう、でもこいつを行っちまった、俺真ん中に飛ばせる予定だったのにな。まあ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 、まあ、よいしょ、これ30出してもトルネ5打たれるだけなんですよね。そうそうそう、なんでとりあえずこれしていき、よいしょ、はい、甘い、それもトリトン竹取っちゃうから、うぃー、甘すぎる。もうトルネ5ゴレにもね勝てちゃいます、トリトン三重子。普通に三重子、ただの三重子ですらね相性悪いんですけど、トルネ5ゴレだったらね、もう普通だったらあのワンパンされてぶち殺しゲーミングなんで、おとつとと、こうもう怖いんですよ最近。なんか YouTube が厳しくなったってよく聞くんで、あのあんまりぶち殺しとか言うのが怖いんですけどね。まあ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 、まあ、Y なら買わせるでしょうと。おやおやおや、それイカチーノでは、おいしょ、あまあまあまあ、頼む頼む、守って守って守って、まあいいや、そのくらい。これザップ使ったんで、こっちにそうそうそう、ユニットをもう一体出さなきゃいけないんですよね。なんでこれ多分あれ3エリか4エリか5エリぐらいで出してるんで、もう余裕です。ずるいな、そのカードはさすがに。これ走らせることによってね、結構突進になるとね範囲がバーンって増えるんで、ちょっと、はい、そうでもない。なん でこれトリトンね単体で行かせるにはねちょっと弱いんですよね。なんでそこをこらえて、いやめんどいんだよあれマジで、あいつやべえんすよな本当に。これ無視できるかな、するか、許容しよう、はい。もしディガーが来たらトリトンで、ね、潰しに行けるんでね、はいはいはい、ポイズンですね。ちょっと食らいすぎじゃない、さすがに切れていいっすか、やばいやばい、くー、なんでー、終わった終わったが、こっちのタワーが終わっただけなんで別にっすね。これ爆発しろ爆発しろ、オッケーオッケーオッケー。でこっちは攻めの形ができてるんで、ここら辺でザップだけ構えていきたいですね。よいしょ、オッケー。でこれで相手はこっちにもう一体ユニット出さなきゃいけないので、はい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 、って感じで、これガゴムレ単体いきます、よいしょー。これザップ使ったんでガゴムレ単体でね結構いいんじゃないかなって思うんですけどね。でこっちに使ったのであればこのねマスカーが刺さるって感じですね。でここにもうトリトン出すことによって、もう一回トリトンってあのタゲ取っちゃえば、ここら辺にこれにユニット出されても一回タゲ取ったものにね一直線で行くんですよ。そう、ここやって今みたいに今みたいに、そうなんで結構これが強みではありますね。はい、てな感じでね、ちゃんとクラウン集め、おーてかあのスキンちゃんと3あの300クラウン集めてますね。課金か分からんけどそこそこやりますね。もうケンズが課金してあげてたから課金か分からんけどってなっちゃうんですよね。課金じゃなかったら申し訳ねえ。ネイティブネイティブどれだっけ、もうクエイクとゴブリンケージだけなんでな、と俺が乾燥してないのは。よいしょ、いきます。理論上最強じゃない、割とこれなんかめっちゃいい感じにいってる気がするんだけど、バランスがすごい。そうで、ペッカとかあのそういうなんだろう、バルキリーとかをその20、30子を21でセパした時の20子とかにペッカとかバルキリーを当てられた時に、そのなんだろう、トリトンでねあの手元に引っ張っていきたいんですよ。そうだから、アイゴレの枠はね本当はねスケとかにしようかなって思ったんですけど、その方がペッカを引っ張った時にねあのスケタゲ取れるんで、あのそこでね処理できちゃうんでお得かなっていう感じを思ったんですけど、別にその役割だったらアイゴレでもできるから。でディガー拾うのはアイゴレじゃできないけど、その別にトリトンがねあのユーノよりもディガーを拾う役割が結構強いので、別に好きじゃなくてもね十分結構なんかバランス取れてるデッキなんじゃないかなって思いますね。うん、すんごい読みにくい、もうね金と細いので読みにくいですね。まあ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 、しかもなんかあの海になってるタワースキンが、とりあえずまあまあまあ、よいしょ、とりあえずどうしようかな、んアイスピー、なるほどね。
そういう感じで、まあ、高回転であることは分かりましたと。でもクロスやんけ、ブチ切れていいっすか自分。もう嫌なんですよマジで。クロス、もうクロスっていうカードが嫌だ。もうあの相性いい悪いじゃなくてクロスが嫌だもうね。マジで嫌なんですよこのカード。すぐ持ってくるんですよね。とりあえず5切ったんで34で、こっちとかにクロス来ても、あーまあそうですね、ダメージは半分以上持ってかれるんですけど、言うてなんですよね。よいしょ。とりあえず基本の形を作っていき、いやマジで許せねえんだよなクロス本当に。まあいいや別に。ファイブ。テスラクロス、テスラマスカーファイブか。テスラがマジでめんどいな。どうすっかなこれ。これトリトンしか後ろから切れるかないっすね。ファイブ打たれてもいいように高い方にだし、ワンチャンこれ来るんすよね。どうしてやろうかな本当に。それしか言ってないけど、とりあえずここに5を使ってくれたら美味しいんですけど、来なかったら死にます。頼むから5打ってくれ、お願いします。ありがとう。もうこれで5を打たないで5温存してセミクロス立ててきたら死んでたんですよね。そうなんで、あの5打ってくれることを祈ってました。とりあえずこれ、はい、5を使ったんでね。であの位置だと防衛クロスも若干置きにくいんじゃないかなっていうこと思いつつ、1,2、あーこれ5回すやつだ、あこれ5打つやつですね。なるの？ちょ、俺が見しなかったら、よいしょ、いいよ、いいよ、いいよ、これ残る、残るんかい、残るんかい。これで 3C で、アイゴレがネクスとか手元にあるときは全然ケツ30子いっちゃっていいですね。そのクロス立てられても全然いけるんで、これどうせ丸太来るんだろうな。これでポンプ立てて、これでトリトンかな、使わないんで。アイゴレの方が大事ですねトリトン。うわあやばい、ありがとうじゃないんだよな全然。全然アイゴレで竹取れてない。ファイブ来るでしょうね、知ってますよ僕。はい、ワンチャン丸太で竹替え来るな。よいしょ。なんでめっちゃ笑ってるやん。どうした？はい、チュチュチュンと。やばい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 、あークロスがもう本当に嫌だマジで。もう嫌なんだよ俺はクロスでやるのが。やめてくれマジでめんどい。もう引き寄せてる引き寄せてる、嫌だー、おられる。よいしょ、バイブか。頼む、年入れ、くー足りねー。これで5切らして、こねー5が終わった。マジブチ切れそう本当に。いやーマジで、うる、クロスはちゃうね。クロス以外に勝てます。いやマジでもう切れっそうマジで。これねクロス以外に勝てます。なのでクラスが来ない人はね使ってみてください。でもですね、今日この辺で終わっちゃうんですけど、最初のね 1,2 戦はね結構頑張れたんじゃないかなって思いますね。うん、なんかもうタワースキン解放してた人ばっかりやったね。ちょっと、てかこの人なんかクラチャリ結構当たる気がするんだけど、覚えとこう。
覚えといて、サブアカで煽った時バチクソ煽ったろって感じで、今日はねこの辺で終わるんですけど、あのトリトンまだ俺は諦めてません、本当に。うん、もうね、あのケンツはね弱いって言ってたけど、まあ弱いのはそう、弱いのはそうなんだけど、って弱いってか、そう強くはない、そうだけど全然そのデッキによってはあのあると思うんですよね。なんで結構ね理論上最強なんじゃないかなっていう理論がね、まあ崩れてしまったんですけど、理論上最強ってまだ思ってます。俺はもうクロスも勝てるように頑張ります。もう俺がねこれのデッキ極めてクロスに対する立ち回りの動画を上げます。なんでクロス以外には勝てるんでね、そこら辺結構そのペッカとかですね、あとこのパターンがなかったんですけど、さっきも言ったように二重視に当ててくるユニットバルキリーだとかペッカだとかをねピョンって引き寄せられるんで、そこら辺もねあー来そうだな今っていう時は意識してってください。逆にそのたなんだろう、数系に弱いですよこのユニット、圧倒的に。なんでなんだっけ、スケアミとかスケとかそういうユニットが来ちゃうかもしれない時はやんない方がいいですね。もう個体が絶対にこの個体が来るって時にダクプリとかねペッカとかバルキリーとかそういうのが来るって時にはやっちまっていいですね。そうってことで、まあそれも意識してやってみてください。おはようございます。バイバーイ。